はい、どうもこんにちは、ボボテッペイです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。今回なんですけども、長浜というところに来てます。河口湖ですね。ウチワポイント調査、長浜というところに来てます。で、今回ね、この長浜というエリアもですね、バスが放流されたということで、放流バスを狙ってきております。とりあえずなんかもうナチュラルカバーね、ちょっとついてるなって感じなので、ジグですね、ジグです。エグ玉のタイプカバーですね。ヘビーカバーの釣りになりますね。見た感じね、こういうところにいるんだよね。沖にもいると思うんですけど、もう沖の魚はね、釣りやすい魚はもう朝のうちに釣られちゃったでしょということで、あまりね人がやらないことをやらないと、ちょっとね、もうこれからの時間帯は釣らせてもらえないなということで、ゴミを拾いつつカバー打ちをやっていこうと思います。うわ、いそうだけど取れないな、これ、PD35 でリーダー25ポンドという極太ですけども、これはきついな。せめているところが見えればいいんだけど、カバーに入り込みすぎちゃってかもしれないですよね、魚が。もしかしたらもうすごいヘビーカバーの中にいるかもしれないですよね。やっぱり、まあ、皆さん放流バスを待ってたみたいですね。全然いけないパターンじゃないこれ、ね、マジか、全然いけないパティーンですわこれ、マジで。マジかよ、困りましたね。マジで言ってんの。増水で大変なことになってますね、河口湖。ほんと一部を抜かしてほんと綺麗ですね。ああ、どうなんだろうな。沖のウィードを狙った方がいいのかな。でもね、こういうところ、いそうなんだよね。わからないぞ、これは。どこにいるのかがわからない。ちょっとこれは困りましたね。こんなところで釣れても、かかっても取れないね。ちょっと困りましたね、そうでしょう。
はい、ちょっとねやれる場所がなくて、もうねここは移動したいと思います。合流バスはもう視野から外します。次はねちょっと西湖放水路行ってみたいと思います。西湖放水路付近にやってまいりました。放水路がですねブワー流れてるんで、かつ増水ということですね。やっぱりね周辺カバーね、いい魚いないかなということで、まだねちょっと12時ぐらいなんでね、日がなもんで、さすがにちょっとオープンウォーターでは食べないだろうということで、まあ、基本シェード打ちですね。いや当たり前かもしれないですけど綺麗ですね。富士五湖はゴミがそんなそこまで落ちてない。そうじゃん。ね、こういうとこ食ったら絶対でかいと思うんだよね。寄りにいないような気がしますか。はい、ワームのフォークワームパッケージのゴーン、残念だけど結構落ちてるね。ケージのゴミとペットボトル、いないな。カバーにいるかなと思ったけどさほどいない感じしますね。はい、ペットボトルも拾います。やっぱり放水路、放水路一択かなって感じですね。どこで事件が起きるかといったら放水路でしょうみたいな。放水路でルアーを流すかドリフトするかみたいな感じですよね。まあ真っ昼間なんでね。いやこの量はすごいと思います、ね、あそうか、向こうから回っていくしかないのか。入れるのか向こうに。その前にあ、立ち金になってんじゃん。放水路付近立ち金になっちゃってるね。こらきついな。ついっすね。まあそれでもね淀みだと思うんで、ちょっと立ち剣になっちゃってたのが想定外っすね。とりあえずこっち側のヨレをスピナーベイトでビーブルでやってみたいと思います。まあ、でも事件起こすなら本当ビーブルだと思います。スピナーベイト完全にそのね川村幸太郎さんの受け売りになってしまいますけど、ガンメタブレードのスピナーベイト、フラッシングもね一番ナチュラルだと思うんで、今のね川口湖で一番パワースポットはここだと思います。季節的にねもしかしたらあのちょっともう深いところ行っちゃってるのかもしれないですけどね、そのネイティブと言われる子たちは水が巻いてねこっちの左側のブッシュに寄せられるように巻いてるんですよ。だから弱った小魚とかがそっち側にこうねヨタヨタヨタって泳いでって、そこの下のブッシュで控えてるバスがパクみたいなあると思うんですけどね。いやーウェーダー、ね、ウェーダー必要だったかもしれないね。ウェーダーね浸水しちゃってるんですよ私。
いやさすがに来ないかな。放水パターン、いやだからこんだけガンガン放水してたら水はなかなか減らないですよね、やっぱりね。あーダメかな。すごいこの左側のブッシュの方に水がね巻いてるんでいいと思うんですけどね。左に巻いてる方じゃなくて外側なのか。ただこっち側では攻められないですね、外側は。いいと思うんだけどな。ゴーン来そうだけど、ちょっとねバスが見えないのがネックなんですよね。うわでっかい発泡スチロールが浮いてます。水の中だからね取り入れない。せめてここら辺のやつはね拾っていきましょうか。ここら辺のプラスチックゴミを。いやちょっと向こう側のスピナーベイト引ける周りだけやってみます。だいぶ立ちが悪いんですよね。基本もう岸には近づけねえんじゃねえかってぐらいあのブッシュが冠水しちゃってるんですよね。ってなると岸際寄れないじゃんっていう感じなんですよ。ちょっとカバージムかな。ね、意外とねこういうところにいてねパクとか ね食べちゃったりするんじゃないのみたいな。そうね、もしかしたらフルサイズのジグの方がいいのかもしれないですよ、ビッグダディとかね。入れるけど角度的に影がね、しゃがむしかねえなこれ。急にねえしょ。影が落ちちゃうのは NG だし、魚がいるのかすらもよくわからない。まあ、こっちのね、こっち側のはシェードが作られやすいんでありだと思うんですよ。魚がね岸に寄る要素としましては。はい、ペットボトルが落ちてるね。そうね、拾うのいいんだけどかなりね危険な場所にあってね、ちょっとね躊躇しちゃうよね。はい、ペットボトル、ペットボトルね多いね。あそこにも落ちてるけど取りに行けないですよ、ちょっと。はい、ありがとうございました。長浜と西湖放水路エリアということで、とてもね流れがこれは効いてて、ちょっとまだ日がね13時ぐらいかなだもんで、ちょっとまだまだ時間帯的に早いかもしれないですけど、またちょっとね夕方に入り直すかもしれないですね、最後余裕があったら。はい、ではね最後までご視聴ありがとうございました。ポイント調査編でした。もしね僕のことを応援してもいいよという方、ぜひともまたの方はねチャンネル登録、そして高評価ボタンご協力いただけますと非常に助かります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。